サンプドリア対ユベントス、この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて北澤さん、今日は楽しみな一戦ですね。はい、そうですね。両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね。そういった意味で期待できる試合がありますよね。そろそろ試合が始まります。今試合開始です。向かって右側がユベントス、左側がサンプドリア。
左にさばいて左サイドダイレクトで出す、サイドから僕は誰も走り込んでいます。